らがおかず姉さんにちょっとね一言いただきたいと思いました。あのこの光ってるお姉さんが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、アイルランドまで急に見に行ったユーチューバーの一人でございます。ちょっとなんかいろいろエピソードトークとかも交えてなんかこうねなんか、うん、そうそうそう、これをね作ってくれた人です。皆さん日本にいるユーズバカ友たちの気持ちをやっぱり当時のラブリンでユーズにやっぱり分かっていただこうと思いまして、まあ朝のね5時ぐらいから並んでるわけですよ。でユーズ出てくるまで16時間ぐらい待ってるわけですよ。ラブリンのクロックパークのスタジアムの前で暇がたくさんあるわけですよね。でその暇の時間帯を使ってこういうねあのプラカードをカキカキしようかなと思いましてですね、でこれをやっぱり書くにあたりましてですね、やっぱり私アダム好きなんでプリーズキスミーとでも書きたかったんですが、やっぱりここは日本代表ということでやっぱりみんなね日本に来てもらいたい、もしかしたら来るかどうかわからないこのご時世なので、もうこれはやっぱり日本に来てもらうしかないと、まあ、私たちは日本から来ましたっていうことは簡単なんですけど、とりあえず日本に来てくれという願いを込めてやっぱりプリーズカムトゥージャパンというふうにちょっと書こうと思いましてですね、偉いわここでね、アダマじゃないんだキスミーじゃないんだ、ね、ここでここで私はちゃんとこれを書きましたと。でやっぱりこれを書いた以上これね、あの2列目とか3列目で上げてたらすぐこうやってやられるわけですよ。後ろの人に邪魔なわけですよ。でこれをねやっぱり掲げるには一番前しかないわけです。一番前でガーってやるしかないわけですよ。だからね、並んだ会がありましてですね、なんとなんと、まあ、あの初日もあの、ね、トレマンちゃんのおかげであの一番前で見させていただいたんですが、その時も出しました。その時はですねもうあの隣にニカオラフーラ人がいまして彼もねプラカード持ってたんですよ。なんたらなんやらニカラグワって書いてたんですよ。だからまあこれもう対抗ですわ、私もこれやらなあかんから、だからとりあえず一生懸命2人でねこうやってこうやってたんですよ。でとりあえず最初にねこれエッジがあの見つけていただきました。私エッジがね、私がガーって出したらエッジいつもクールじゃないですか、クールにギターが行くじゃないですか。これ見た瞬間ねニカーって言われてねオッケー分かったみたいな感じでちゃんとギターをねあのこう弾きながら笑ってくれたわけですよ。やったーって、じゃあ次はあボノやなーと思ったんですけど、ボノちょっと向こうの方にいましたんで、いやとりあえず寄ってきたのアダム、アダムが寄ってきた、もうアダムし、もうアダムお願いみたいな感じなんですよ。ねアダムアダムって言ってわーあげたんですよ。ほんとアダムもねやっぱり止まってでこいつどっかで見たことあるみたいな顔ですよ。日本でね来た時、まあ、追っかけしましたわ、ホテルまで行きましたわご迷惑なことに、なんね、ハワイも行った、ハワイも行った、でおかげさまで顔も覚えていただいてたので、あこいつまた来やがったみたいなもんで、でこれねバーン見たらアダムも分かったみたいな感じだったんですよ。で隣にねなんか外国のお姉さんがいて、いやいやボノに見せなあかんでみたいな話を言われました。やっぱりフロントマンはボノやからボノに頑張りっていう感じで言われたんですけど、まあ最後までボノにはね、まあ、あの初日は見せてもう、まあ、フロントは言ってくれなかったんですけど、最後の最後にあの本当にフィラーレの時に4人並んでありがとうってやるじゃないですか。やってる時にあの私ももう最後だからグー出したんですよ。そしたら4人ちゃんと最後にこれを見つけてもらって、なんかどうやらなんか呼んでくれた感じはしたんですね。やったこれで仕事したと思ったんですけど、でもねいやこれ話はまだここからあるの、もっとすごい話があるんです。でも2日目はねまあまあこれ持ってるの大変なんですよ。結構持っていくのも大変なんで2日目はちょっと置いてきました。でゆっくりちょっと見たいなと思って、で3日目の日にいやまた一番前取らなあかんから3日目の日また持っていったんですね。で3日目の日も幸いなことに一番前のアダム側を陣取りましてですね、あの私ももちゃんとでなおさんもいましたね、日野さんもいましたねはい、あの陣取りました。で皆さんもしかしたら聞いていただいてるかもしれません、27日のダブリンの音源、あれなんて言ってるか分かります
ね、あのそう英語で言われへんけど、とりあえずあの I see you ね、あの時の MC の時にボノは世界中から来てくれてるよねみんなって言ってたんでしょ。で私その時にはこれプラカード足元置いてたんですね。世界中から来てくれてるよね言われた時に、表にこうやってわーこれ、これを見せなと思ってこうグワー出して、だからなんか手挙げてくれみたいなことをボノが言うわけですよ。手振ってくれみたいな感じで、で思わずわー振ったんですよ一番前で。そうしたらボノはわーもう感動しながら、あのブラあ世界感激だみたいな感じのことを言ってるわけですよ。で、あブラジル言うて、あのその後ジャパンですよ、これを見て、これを見てジャパンって言ってくれたわけですよ。モノがちゃんとね、私がこう身を乗り出してこうやってやったおかげで、モノがちゃんと指さして、あジャパン、その後こうやって歩み寄って That's incredible って言ったんですよ、モノが。でこれちゃんと見てくれたわけですよね。で呼んでくれて、でも私はもう確信してる、その That's incredible っていうね、わすげえなみたいなことは、こう日本人のねこの気持ちを本当にあのボノが組んでくれたんじゃないかなと私は勝手に解釈してるんですけど、ね、あのそれで、本当に U2 のメンバーたちにちゃんとこれが届いたんだなと思ってすごく感動しまして、 でももっと感動したのはですね、わーってその後わーって嬉しく、みんなね、わーってやっててパッと見たらアダムがちゃんと目を合わせてくれて、よかったなお前真面目に私アダムを見たのね、シコタも喜んだ後にでバーって喜んだ後にアダム見たら本当に私の目を見て、うんうんって、お前よかったな、よかったな日本から来てみたいな、そんなニュアンスでした。何も言ってくれませんでしたけど、でも笑ってくれたんですよ、あの笑顔で。だからそれはもう救われたなと思って、まあボノにね指さしてもらえたのも嬉しかったんですけど、アダムです、すいません基本的にアダム好きなので、ね、そういうねエピソードもあり、これを書いた甲斐があったなと思いまして、今日はね持ってこさせていただきましたので、まあ来年は必ずユーツは日本に来てくれるだろうと確信しておりますので、皆さん海外に行く機会があればぜひこれを持ってください。持ってってさらにとどめを押してください、彼らに。ね、いやとどめというかですね、今日ザグレブの人が来ています。はい、もう皆さん YouTube で顔をよくご覧になっていると思うんですけれども、その後クロアチアザグレブに行きまして、ボノにホテルの前でボノをキャッチしまして、ちゃんと大事な一言をゲットした人がここに来ております。どうもお疲れ様でした。